皆さん、こんにちは。非常識な経営コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、なぜ仕事を趣味化すると最強にうまくいくのか、3つの分けということについてお伝えしていきたいと思います。えー、とちなみに、この最強っていうのは、最も強いっていう意味ですかね <laughs> あの。最も凶悪の方の最強ではないので、一応、あの <laughs> お伝えしておきたいと思います。 えと仕事、趣味化っていうのが、うん、人によってはえっていうふうに思う項目かもしれないんですけれども私はあの趣味化仕事を趣味化して趣味を仕事化するって、まあ、それがごちゃごちゃになっていて境界線がないっていう働き方をするっていうのが、まあ、自分の中で理想だと思っているんですよね。 でまあ、そういう生活ができてない方にとってはそんなうまいことをいくはずないとかやっぱり仕事って嫌でも頑張って続けてお金を稼いで,で趣味は趣味でやるものだっていうあお答えを言う方もいらっしゃいますで私はそれを否定しませんしもちろんそういうか考えでやられてる方もいらっしゃるっていうのも理解はしていますただ私自身はどうなんですかって言われると やっぱりあの仕事趣味化ししてる方が楽しいんですよね、はい、だからどんなふうに考えて私がそれをやっていてでそれをすると要は趣味化をして楽しく仕事をすると、まあ、どういうことになっていくのかっていう最強にうまくいくわけですね。でこれを、まあ、自分の経験とあとまあクライアントさんの状態とか様子とか。 を見ていてあの感じることがあるので、そちらをちょっとお伝えしていこうかなというふうに思ってます。はい。ではまずですね、あの三つのあのわけというかどういう効果効能があるのかっていうことを先にお伝えしますと、まず一つ目は当たり前ですけど楽しいっていうことですね。で、えっ、ー、と二つ目はマインドが折れない。 3つ目は継続ができるっていうこれが趣味化をする最大のポイントかなというふうに思っているのでこれをちょっと私流に解説をしていきたいと思います、えっと、まずですね楽しいっていうのは仕事を趣味化したら楽しいっていうのは多分皆さんも想像つくと思うんですで、まあ、実際楽しいんですけれどもでその時に、まあ、なんでこんな話を私がしているのかというとですねう 人っていうのは例えばすごく辛くて一生懸命やって辛い思いをした分辛い時間を過ごした分対価が高くなるみたいな比例関係を考えている方が多い気がしていて、まあ、特にサラリーマンの方っていうのはその傾向が強いんですけれども要はどれだけ自分が辛い思いをしたから、まあ、対価がもらえるみたいな。 そういうい感じですねでそこは確かにその側面もあるんですよ。社会のお仕事の仕組みとして人が嫌がる仕事ほど、まあ、やる人が少ないから、まあ、高価値高単価になっていくっていう傾向はあります。確かに。だけれどもそれを、えー、勘違いしてはいけないなと思ってるのが自分がやるとなった段において 自分も嫌なんだけど嫌々や,や,やってるっていうことでその仕事を選んでしまうとすごく辛いんですよねやっぱり。であの自分がその辛いっていう状態じゃなくて人は嫌がるけれども自分は好きとか楽しいとかそういうものを選ぶとうまくいくんですね。だから仕事が趣味化するっていうのは仕事を趣味化するっていうのは まず圧倒的な,うんそうだな変態性というか <laughs> まあよくあのなんかありますよねなんか趣味をめちゃくちゃ突き詰めて「何それ?」っていうものになっちゃった時にテレビの取材が入るみたいなものあるじゃないですか。まあ、そこまではいかなかったとしても好きなものを突き詰めていくとそれが仕事になるっていうケースとかも多々ありますよね。 もちろんあの食べられない仕事っていうのもありますけれども、まあ、需要と供給の関係と人数が多いか少ないかっていう世界観もあるんですけれどもねでもやっぱりスタートは本人が何しろ楽しんでるとかいうところからスタートする方がうん楽に仕事はできますだって楽しいから一例を挙げるとあの私のクライアントさんであのお,お掃除をね まあお仕事にしている人いるんですよ。で、お掃除に対する皆さんのイメージってどう,どうですか？あの私は、うん、今はではそうでもないんですけれども、やっぱお掃除って汚いがきれいになる状態じゃないですか。その過程を自分で頑張るっていう感じからすると、やっぱり面倒くさいし嫌だなみたいな感じな部分はあったんですよ。 でどうせならだってお掃除が終わった後の部屋にいたいとかお掃除を自分ですごくやるのめんどくさいし汚いの触るの嫌だしって思うタイプだったから、まあ、そういう私の感覚からするとお掃除が好きとかお掃除をするのが趣味みたいな人って、まあ、いらっしゃるじゃないですか。でそのの人がやっぱお掃除の職業を選ぶと いいまち嫌ですっていう人とお掃除大好きっていう人がちゃんとガッチンコするのでお互いに嬉しい状態になるんですよね。だけど例えばこれがうんそうだなその掃除そのものにそんなに興味がないんだけれどもお掃除という仕事しか仕事がなかったからやってるみたいな感じでやるとやっぱそもそもその方のマイナスエネイルギーが働いた状態で。 まあ、お掃除っていう仕事をやっていくことになるからまあ、綺麗にはなるんでしょうけれどもやっぱりリピートに繋がらないとか続かないとかっていうのがありますよねだから最近すごく思うのがその一つの仕事に対して好きでやってる人ってどうしてもやっぱねキラキラしちゃうんですよどうやってもそうするとなんか仕方なくなぁやってるっていうタイプの人って負けますどう考えても そっちの人に頼みたいですもん普通にだから好きであることっていうのは案外重要でだから趣味化仕事を趣味化してしまう方が楽しくできるからいいよねって思っていたりするのがまず楽しいからっていうことですね仕事趣味化の勧めその一楽しいからであのクライアントさんでなんかやっぱ辛そうに仕事している人がいるんですよでそうすると、うん あのたまにね私セッションで聞いちゃうんですけどそれっってて楽しいってよく聞く聞んですよな,なんで聞くかっていうとつまんなそうに話すからです、うん、その本当にやろうとしてることが自分のミッションにも当てはまってるしやったらきっと人が喜ぶ時って人ってねやっぱキラキラして夢を語るんですよ。こういうふうにしてあげたいこうなんですよ。一、うん、個の講座作るにしてもすっごく楽しそうに喋るのでなんか、うん、まあ例えば。 変な話ですよ売り上げ上げるためにその講座作るとか仕方なくその講座作るっていう人ってもう喋ってる時からすでになんか顔が残念な顔してるんですよ。でちょっと想像してもらって見てもらったら分かると思うんですけどそういう方がそういうマインドで投稿したり拡散したりページ作って集客できるかっていう話なんですよ。多分ねででできないんですよ、まあ、できなないいんすよからあの 相談に来るんですけどねでその話を聞いていたりページを見るとあ残念っていうそういうことが起こるのでまず本人がやっぱ楽しむっていうこれが一番まず大事だよねって思うしそれが最強になる一つのポイントなんですよね。で2つ目があの折れない心ですねと楽しいことをやってる時ってなんかちょっと一種のトランス状態に入ってるのに似てると思っていて。 いちいちなんかこうちょっと嫌なことがあったりとか残念なことがあったとしてもなんか,ずか,ずか,ずか乗りり越えてて走れちゃうっていうっいそんな感じがありますだからあの嫌な仕事とか今一つって思ってる仕事をやってるときって心の方も結構ナーバスになっていたりするのでちょっと嫌なことがあったりちょっと自分にとって不利なこととか残念なことがあるとやっぱりやめようかな。 向いいいててないよねとかっっう逃げ道をやっぱり探しがちですよねだけどこれがもう突き詰めるんだこれ大好きっていうところになっているとさ、まあ、些細なこと、ビビたるものに変わってしまうので、まあ、いっかみたいな感じ、うん、になっていく感覚があるのが、まあ、このマインドですね、心が折れないっていう好きなことをやってるから、 その好きじゃないことをやってる人より心の耐,性耐える力が絶対に強いいと思っていますあの私、えっと、49歳になってから初めてやった趣味であとサックスをねやり始めたっていうのは何度か動画とかでもお話ししてるんですけどあのゼロからなんですよ大人なのに。 でそうすると、やっぱ子どもとかが簡単にできていること、例えば私で言うと、楽譜読めませんみたいな感じのこととかあのそう、ね、給付とかリズムよく分かりませんっていうことからでも始めてるんですけれども、そうすると、分かんないっていうことは、まあ、例えば子どもができてるようなこととかが分かんないわけですよ、ゼロからだから。で、確かに、まあ、恥ずかしいし、残念な部分があるんですけれども、 好きで自分が選んでやってることなので誰かと比べたりとかですねうんそれによって自分が落ち込むっていうことはないんですよね。もうただ進むだけただだだだ進進むむけけなんですよ <laughs> でじゃあ例えばその子供がねコンクールに行きたいとか言って朝から晩まで先生について12時間とかめちゃくちゃ練習している子供だったら永遠に追いつかないですけれども。 例えば子供でもなんかそれこそ親に嫌々言われてあいや親に言われて嫌々や,や,やっているような音楽っていう経歴があったとしたら私それをやったそもそもきっかけっていうのは私のクライアントさんに喜んでほしくてやっているので自分の喜び楽しいなっていうのをプラスそれをこうお,お見せして喜ぶ姿を見たいっていうまあ 趣味趣味ですよね。でそれがあってやってるので練習とか言ってもその基準で練習していくので勝手にいっぱい練習していくんですよね。練習時間がね大人になると取れないとか言ってあのよくそんなに練習してますねって言われるんですけどいや楽しいからやってますって感じでその時間を絞り出すためにつまりあ二日に一遍とか毎日か 最近ちょっと空いてきましたけど、一時期、ほぼ毎日2時間やってたんですよ。で、よく確保できますねって言うんですけど、逆なんですよ。確保するために、普通の仕事をどれだけ圧縮できるかっていう工夫をめちゃくちゃするっていう風になったので、優先事項が練習を確保する時間を作るみたいな、それが優先事項になるんで、それが楽しいからなんですよ。これ、嫌々だったらやんないですよ、やっぱり。 だから楽しいとか趣味化をするっていうのは最強につながっていくもう一つの大きなモチベーションなんですよね。でじゃあそ今の話聞いて「それ趣味じゃん」って言われるじゃないですか。そうなんですよ趣味なんです。だけれども私は趣味と仕事の境界線がないっていうことをまあ人生の目的として要は仕事だから趣味だからっていう区分けがなくもう仕事の中にどんどん趣味入れてっちゃうっていう人なので。 結局ライブセミナーって言って本が出版するたんびにサックスの演奏をしてって、ここの段階では趣味だったんですよ。だけれども、まあ、きちんとね、お金をいただいていて、で、それはもちろんあの、セミナー講師としていただくような金額をもともと設定したりとかはしていたんですけれども、最初はセミナーの部合が多かったから。でも 途中からあのの演奏の部合が多くて最近セミナー全然やらないっていう感じなんですけどそ,それでもそのセミナーライブの時に設定した価格でそのまんま集客できてるんですよ。ということはそのセミナーと音楽の価値がすり替わったとしても皆さん払って会いに来てくれるないしは来た氷を楽しんでくれてるっていう状態なん,なんですね。だから 当初設定した価格より全然上げていって多分2倍ぐらいになってるんですけれどもだいまあ食べ物が入るせいもあるんですが平均1万8000円から2万円ぐらいが私のライブセミナーの基準値の価格なんですねでこれっていわゆる芸能人のディナーショーとかなんとかショーにちょっとだけ近い3万円とかはさすがに取れないですけれども 金額になっていて多分本当に本当の音楽家の方が、えー、と設定している金額より高い可能性があります私も私が見に行くサックスプレイヤーのとか見に行きますけれどもその方たち5000円とか7000円とかでライブやってるケースとかありますじゃあなんでそれができるんですかっていう話なんですけどあの赤字にしてるからです 要は、えー、いい会場おいしいご飯音響設備とか何やかかんやかとか全部やったら多分1人3万円以上もらわないと合わない3万円もらっても合わないかなっていう内容なんですよだけど私の中ではそれは趣味と仕事がごっちゃになっていてでそれを楽しくてやっていてでそんな私の姿を見に来てくれてっていうことで、まあ、ファン化とかブランディングっていうことに対して私は 広告費的な投資を本当の事業の方からお金を入れてるっていう感じがそれは両輪でやれてるからできてるんですけどじゃあ結果今どうなってるのかって言ったら単体でそのライブに行きたい音楽を聴きに行きたいから来てくれるっていう状態にまでなったんですよまあミュージックビデオを作ったりとかいろいろしてるのもありますけれどもね私がということはそこにうんと合致するように私も練習をずっと繰り返しているから 結果として、やり続けると、その領域にだんだんなっていくっていうことです。だから、好きこそものの上手なれっていう言葉がありますけれども、もう好きでやってる人には、あの、嫌々とか、なんか義務でやってる人って、絶対に叶わないんですよ。絶対に叶わない。もう好きでやってる最強だから、叶わないんです。で、あの、私はまだ別にそのプロを目指してるわけじゃなくて、本業の中のセミナーっぽいような、 催しの中に入れれててきてるから、まあ、そででいいんですけど結果として皆さんが感動して喜んでくれてまた行きたいっていうふうに言ってくれれば私っていう人にまた会いに来てもらえるっていうあのきっかけになったりとかしてるんで結果お仕事にもつながってるんですよね、うん、だからその境界線がないっていう状態を作れると相乗効果とかも出しやすかったりすると思っています。まあ、これがその2つ目の うんとマインドが折れないっていうところからのまあ続いてやっているからこそのお話っていうことですね。自分が好きだからマインドが折れないっていうことです。で3つ目が、えー、とちょっと2つ目と被るところはあるんですけど継続ですね。やっぱり続けるっていうことができるのは好きだからっていうところがあります。だからえっ、ー、とそうだな。うんまあの 本を書くっていうことも私今年秋で9冊本出すんですけれども淡々と出してます。<laughs> えっと毎年1冊で最初スタートしてたんですけど途中から毎年2冊っていうふうにペースアップしてやって7年目作家7年目要はライブ、えー、っとサックスも6年目作家7年目なんですけどでそ,それは えと出版記念のためにサックスをやり始めたっていうところで年数が連動してるんですがどちらも続けてるんですよねじゃあなんで続くんですかって言ったら楽しいからっていうのと続けるっていうことに対してマインドが折れないから楽しいからですで結果として継続できてるっていうことですねで継続をできるとじゃあどういうことが起こるのかって言ったらさっきあのライブの話で私のし私のことをしてそこからコンサルとかそこから私の あの講座とか買ってくださる方も出ているように本をたくさん出せば出すほど私を知ってくださる方が多いんですねで本を読んだことによってこの人ってどんな人なんだろう考えが共感できるホームページ見よう YouTube 見ようブログ読もう、まあ、ある全ての媒体に私なるべく顔を出すようにしているのででメルマガ登録しよう LINE に登録しようってやってくれていっぱいの私を見て この人好きっていう状態を作った状態でノウハウを聞いてってもらってるので私が何,をし何もしていない状態でも本人が必要と思えば私のサービスを探し出して申し込みが入るんですよ。できっかけは私を知ったきっかけは何だったんですかって言ったら1冊目の本ですとか。 5冊目の本です冊目って言葉は言わないな黄色い本ですとか白っぽいのになんか紫の色が入っててとかいう表紙の色で言われること多いんですけど本きっかけの人すごい多いんですよ。っていうことは私楽しくって本を書くのは好きなんですよ。 楽しい本を書くっていうよりあ違うな作るっていう方がいいのかな表紙も考えて中身もこういうレイアウトにしてとかでとこういうものを伝えたいっていう本一冊作るのがアート的に楽しいんですよだからあのよくね辛くて原稿が書けないとかいう方とかもいらっしゃるんですけど私は原稿を書くのもめちゃくちゃ早くて、えって、と、もう頭にそれを言いたいのがいっぱい伝えたいことがいっぱいあって。 で、それを下ろしてって喋ってるっていう感じ、喋ってるというか書いてるっていう感じなので、書くのも苦じゃないんですよね。うん。だから、楽しいから続いてるし、楽しいから、その一冊一冊の本めちゃくちゃ大事にしてるし、で、それを届けたいし、伝えたい。ということは、情熱があるから、拡散も、もちろん、プロモーション大変なんですよ。知ってもらわなきゃいけないから。でも、私が、まあそうだな、子供に近いかな。私の子供を、 見てみたいな。親バカに近いかもしれないですね。はい。これ情熱があるからですよ。親バカっていうのを、親が子供のねことをなんか変に自慢して、親バカっていう言葉とかあったりするんですけど、いや、いいじゃないですか。可愛いんだもん、子供が。 だから親バカになりますよそりゃ私も今ねあの2匹の猫亡くなっちゃいましたけど2匹の猫うちの子たちが一番とかやっぱり思ってましたもん他の家の子よりうちの子が一番とか可愛いいとか言ってこれは親バカって言いますよねいいんですよ親バカなんてだって本人がそれで自己満足してるだけだからそれを誰にも責めようがないしあのいいんじゃないですか勝手に喜んでてって思いますから。 はい、なので私は私の方が子供だから親バカぶりを発揮してこの子見てよこの子見てよっていう気持ちで各班拡散してるっていう感じ、まあ、だから一冊ごとに頑張って出して頑張って出してっていうねそういうふうにしてたりとかしてるんですけどねなのでまああのちょっととりともない話もしてしまいましたが、えー、っと好きっていうことをしかも仕事を趣味化するとやっぱり最強だなと思うのが 根底支えているのが情熱だからだなというふうに私は感じているし、自分自身もそういう情熱で動いているし、クライアントさんも趣味化しているタイプの情熱的な人はうまくいってる。まあこれはもう紛れもない事実なんで、今日はそんなお話をしてみました。ではえー、まとめていきたいと思います。なぜ仕事を趣味化すると最強にうまくいくのか。3つのわけ。1つ目が楽しいから。 2つ目がマインドが折れないから、3つ目が簡単に計測ができるから、というこの3つになりますので、よかったらご参考にしてみてください。それでは。